こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。どうですか最近、ひろみさん。そうですね、うん、最近充実しておりますね。おかげさまで足の方もですね、順調に回復しておりまして、なんかね、昨日今朝か、今朝からなんかすごく一気に流れてる感じがするの、自分で。右足に、うん、多分これも大丈夫だと思う。今までレントゲン見て薬指はもう完璧なのよ、うん、小指がまだなのね、うん、まだなの、うんうん、でもなんかね、ふっと今朝なんか感じたの、ああ、うん、もう大丈夫みたいな。あ、そう、多分これ今レントゲン撮ったらそう完璧だと思う。そう、走ってみる、うん、え、走ってみる。いや、だってこの前笑われたじゃん、ほら、東京 の東大行った時の帰り、横断歩道さ、うん、私が走ってたらみんなに笑われたじゃん。うん、まあそんなことやってますけど、そう、すごいじゃん。やっぱこう体感できるとすごく嬉しいじゃん、やっぱり目に見えない世界、うん、私がこうやってる世界って目に見えない世界じゃない、うん、気の世界とかエネルギーの世界って、うん、でね、実は最近、まあ、私のところではもちろんそのヒーリングとかね、うん、インド占星術とか、はいはい、そういうのもやってるんだけども、こう自分でエネルギーを、うん、まあ、感じましょうというか、うん、まあ、まず私は一番最初、自分のエネルギーを守ることが大事だと思うので、うん、そうだよね、まず完璧に自分のエネルギーを守ることができて、うんうん、そして流すことができて、うん、次の段階で人にエネルギーを流すという、はいはい、そういうステップなんだけど、うん、ちょうどね、今同じぐらいの、うん、同じぐらいの回数かな、レッスンをやっている方が2人いて、この方は全然全く赤の他人なんだよ、知らないんだけど、うんうん、昨日さ、すごい嬉しいメールがどちらからも来て、なんかね、すごい今ね、一生懸命、まだ要は他の違う人、お友達とかにはしないでねっていう話をしてるんだけれども、うん、ご家族に、うん、あ、試してねって言ってるけど、はいはい、なんかすごい家族の評判がいいって一人の、あ、そう、なんかね、家族毎日あれから毎日家族にいろいろ試しています、はいはい、ね、肩の痛みが和らいだとか、うん、ニキビの跡が綺麗になったとか、うん、なんか言われるんだって。あ、そう、でなんかすごく嬉しくなって、うん、なんか楽しんでやってますって。あ、どんなことやってんの。まあ、それはもう企業秘密だけど、あ、そう、まあ、要はエネルギーが流せる。私たちも例えば新機構の合宿に行って、うん、気を中継しましょうって言って、うん、中継するわけじゃない、うん、でその方々にもそういうことをお伝えしてるんですよね、うん、エネルギーを中継することっていうの、うん、いろいろやってくださってるわけですよ、うん、すごくなんか家族に喜ばれてますっていうこと。あ、そう、うん、すごいじゃん。あとやっぱりご自分に対しても、うん、自分の中のこう気になるところ、うん、例えば私だったら今骨折してるわけだから、うん、骨折のところに集中して、例えば邪魔してるエネルギーがあればそれを取って、うん、良いエネルギーを流すってことをやってるわけじゃない、うん、でこの方もご自分でいろいろやっていて、うん、自分の体ですごい変化が分かるの。あ、そう、うん、いいねそれはね、うん、なんかすごく、うん、もうなんか、うん、やってますっていう、うんうん、でも画然追求したくなりましたみたいな、なんかすごい嬉しいみたいで、まあ、でもね、それは嬉しいよね、そういうふうに、そのなんていうの、うん、習った方もね、うん、そうやってやっぱり目に見えてさ、うん、そういった変化が起こってるっていうか、うん、だからね、やっぱりなんていうの、自分が体調悪くてよくなるってのはこれ嬉しいんだけど、うん、同時にさ、やっぱりなんか人にこう、うん、喜んでもらえるっての、うん、それはね、もっと嬉しいんだよね。そうだね、うん、でもう一方の方、もう一折りの方は、うん、ちょっと割とこう、うん、謙遜したというか地味めなメールなんだけども、うん、早速初めてやりましたと、うん、あ、そう、すごい緊張したんだって、うん、だけどね、すごい効果があったようで自分が驚いています。ああ、どんな効果。いや、そこは書いてないですねちょっとこの方はね、また今日いらっしゃるので、うん、あ、そう、ちょっといろいろお話聞いてみようと思うんだけども。あ、いいことだね、うん、だから、うん、やっと本人が驚いてる、うん、でもこれ私たちだってさ、一番最初新機構に出会って、あなただってほら手がムズムズしてね、うん、習ったわけじゃないのに中川会長と一緒に行って手がムズムズして、うん、わーってやったらもう相手がゴロゴロ転がったって。そう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 、あったじゃん。そうなんだよ、本当にそうだよ、もう見よう見まね、うん、だから俺なんか別にそんなあんたのヒーラーっていうか気功師にさ、うん、なれると思わないし、なりたいと思わないしさ、うん、うん、そんな状態でさ、うん、なんか真似したらできちゃったっていうね。そうだよね、うん、あと完璧にもう波長の法則、波動の法則って言われるもので、うん、そのエネルギーにこう瞬時にこうチャンネルが合う、うん、そしたらサッと流れる。そうだよね、うん、だから本当にシンプルだけど、うん、こうやってやっぱりね、関わった方が他の方にやって差し上げて、 その方が喜ばれてって、こんな嬉しいことないよね。そうそう、だからね、これはね、うん、なんちゅうの、まずはさ、うん、誰でもできる、うん、ね、別に特殊な能力ではない、うんうん、まあ、ただしそのね、個人差はあるからね、
うんうん、やっぱりまあ本当にプロとしてやっていく人もいれば、うん、そうじゃない人もいるだろうし、うん、いろんなまたあるからさ、それはそれで違いはあるけれどね、うん、でも基本的には誰でもできるっていうことだよね、うんうんうん、だからこれはね大事なポイントだと思うんだよ、うん、誰でもできるっていうことを知ってればさ、うん、まあ誰でもできることができたって威張ることないわけだから、そうだよね、な、うん、だそこで何ていうのおごりが出たりとかさ、そう、ね、そういうことがないじゃん、誰でもできるっていうことをこう前面に出すとね、うん、うん、だから俺がね最初こうやりだした頃ね、うん、ある人はね、うん、すごいねって褒めてくれたのね、うん、すごいねこれってどうやってやるのって、いやこんな誰でもできるんですよって言ったら、いや小原さんそれじゃダメだよ、誰でもできるなんて言ったらありがたみないから、うん、もう中国行ってすごい修行したってそうやって言った方がいいよって言われたの、なだそういう価値観っていうのはあるわけよな、うんうん、この人にしかできないとか、あの先生にしかできませんみたいなね、でね、うん、俺も言ったわけ、その中川先生にね、うん、先生そんな誰でもできるってさ、うん、みんなができるんだったら先生寝落ちなくなるじゃないですかって言ったらね、うん、なんて言ったと思う、いいんだよって、うん、ね、みんなができるようになったら俺は俺でまた違う役割が来るんだから、 それでいいんだって言うんだよ、うん、これはすごかったね、うん、うん、だこっちなんかさ、せっかく自分ができるようになったのさ、うん、人に分けるのもったいないと思うし、惜しみするとかね、このなんか秘伝のとかね、いや大したもんだ、独自のとかね、うん、まあ、大したもんだよ、うん、だからさ、うん、まあそういうもんで本当にね、そうやってあなたがこうちょっとね、うん、何回か教える、数回教えるわけでしょ、まあ、数回とは、まあ、まず、うん、まず私的にまず自分を守ること、うん、守ってきれいにすることを集中してやるので、うん、 まあ、それに一応5回かな、5回来ていただいてやってって、うん、あ、そう、うん、だから本当そういう基本さえさ知ってればさ、うん、ね、うん、本当守ること大事だからね、そう、まずだって一生懸命一生懸命、やっぱり治療科の人で多いのは、うん、人様が喜んでみんなが元気になって、なんかどん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 自分が具合悪くなったとか、うん、そういう人いっぱい見てきてるからね、そう、それじゃ意味ないからな、それには私は絶対や、うん、そう、だから本当にその辺で基本的なことをきちんとやってればさ、うん、ね、なんかこうちょっと試してるうちにだんだん自信がついてきてね、うん、やれるようになるからね、うん、うん、そうなんだよね、なんかすごい本当に、ね、偶然なんだけど、昨日2通違う方からこうメールが来て、うん、ああなんか嬉しいなと思って、そうだよね、うん、いやそう思うよ、だから、うん、でやっぱりね、やらなくなるとできなくなるかな、これもそうだの、だからね、やっぱり、うん、鉄はなんとかじゃないけども、うん、今せっかくこのエネルギーがぐっと高まった時に、うん、ワッとこうね、うんうん、やっていかれるといいと思うんだよね、そうだよね、うん、そう、でもねすごいね、そうやってね、うん、そういったのが増えてくるっていうのはいいことだよ、いや本当だ、やっぱり自分とさ、やっぱ家族がまず健康でいると、うん、それが一番大事じゃん、うん、だからやっぱり一家に一人ヒーラーなんだよね、うん、誰か一人キーパーソンになる人が家庭にいて、うん、自分だけじゃなくて家族のことも見配り、まあ、まあ、気配りだよね、うん、できて、そうそう、うん、だから見る目が違ってくるじゃん、そう、例えば子供がさ起きてきてさ、うん、おはようった時もさ、うん、ふっとこう顔を見る、うん、エネルギーを感じて、うん、あれなんかちょっと疲れてるなとかさ、うんうんうん、学校行きたくないなとかさ、うんうん、なんかそんなの感じるだけでも違うからね、そうだね、だからそういう意識で見るということ、そうそうそう、うん、それは大事だね、うん、いやだからね本当になんていうの、まあヒーリングを習うっていうことはさ、うん、なん決してそのヒーラーになるためになるわけじゃなくって、うん、もう日常生活の中で、うん、その敏感に感じ取れる力、うん、いろんなものをね、うん、それをこう養っていくわけだからさ、うん、別にヒーラーにならなくったって主婦であろうがさ、うん、なんかのこう営業マンであろうがさ、うん、ね、現場で働いてようがさ、うん、何でもさ、うん、役に立つわけよ、やっぱり息を発してるってことはすごく大事なことだと思うのね、うんうん、そうそう、うん、いやなんかそういう、うん、だからそういうふうにさ、うん、もっとこう当たり前のようにさ、うん、そういうもんがね、うん、使われるようになってくる、うんうん、そういう社会がね、うんうん、社会に変わっていくといいやな、そうだね、でもそうなりつつあるじゃん、うん、だってついこの間だってさ、うん、たくさんのヒーラーがね、うん、前で喋って、うん、そうエネルギーとかをやる人が喋って、うん、それをみんなが当たり前のように聞いて、うん、ああそうなんだと思うじゃん、そうだね、うんうん、あの中に医療従事者の人もいたわけだよね、うん、声優学のお医者さんも、うん、一緒の同じ場で聞くっていう、うん、これはすごいことだと思うし、うんうん、でこうやってごくごく普通の人がこういう世界に興味を持って勉強してくださって家族に喜ばれ て、うん、そうだよな、これが一番シンプルだけどすごく素敵な私が思う形なんだよね、うん、誰かすごいもう超スーパーヒーラーが一人いて、うん、もうなんか地球を癒すみたいなさ、うん、そういうのをイメージしてる人って結構いるんだけど、うん、私は違うと思う、そうだな、うんうん、
まあそれはそれでね、うん、やる人もいてもいいけど、もちろんもちろんそういう方がいたら頑張ってくださいってなるけど、だけど本当にこうね、うん、やっぱりこうなんていうの、周りからよ、うん、ね、一人一人、うんうん、が、なんていうんだろう、一歩ずつレベルアップすればさ、うん、で1000人いれば1000歩いくんだから、すごい底上げだよね、うん、そう思わない、なんか皆さん今ほら地球の波動がとかって、うん、ね、そういうスピーチの人よく言うじゃない、うん、でもみんなが一歩ずつもし前進したら、そうそうそう、それでいいんだよ、すごいことだよね、それでいいんだよ、うん、まあ、そんなとこからスタートしないとね、うん、ああ、まあいいことやってんじゃない、なんと、いやー、それはね、でもやっぱりこれは教えてくださった方がいるということじゃないですか、うん、私の初め何にも知らなかったけど、からでも11になってこの世界知ったわけだから、うん、か本当に今思えばあの時に交通事故に遭ったことが、うん、あれが私の別れ目だったし、そうだ、ね、天気だったし、うん、本当にもう誰がぶつけてくれたかもう忘れちゃったんだけど、うん、19歳の男の子だったけど、うん、今あったらもうお礼だよね、本当にありがとうだよね、まあ、だからそういうふうにうまくいってるよね、本当におかげさまで、うん、そう、はい、まあ、じゃあまたこれからもね、はい、はい、コツコツ頑張ってください。頑張ります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。